今日のお題はホカッチャだよ。ホカッチャってどこかで聞いたことがある気がするよ。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。ホカッチャはイタリアのジェノバ発祥とされているパンの一種だよ。名前はイタリア語で火を意味するホッコから来ていて、これは古代ローマ時代に引いた穀物の粒と水を混ぜた生地を焼いたものがホカッチャの前身とされていることから来ているよ。ピザの原型であると言われたりもするね。材料は小麦粉、オリーブオイル、塩、イーストとシンプルで、焼く前に生地にくぼみをつけるのが特徴だよ。食べる際は料理やスープの付け合わせやサンドイッチのように具材を挟んだりもするね。日本ではあまり馴染みがないかもしれないけど、スーパーのパンコーナーに普通に売っていることも多いよ。気にしていなかっただけで身近にあったものだったんだね。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。